シンギュアリティの世界へようこそ。いざ君も広大なマップに出て宝探しだ。でもこの地上には危険がいっぱい。モンスターもいればプレイヤーもいるんだ。負ければ全てを失う。慎重に冒険してね。まあとにかくお金を稼いで AI のパートナーベイガスとシンギュアリティの世界で成り上がろう。ここからはタイプの違う2人のプレイヤーを紹介するよ。1人目は彼、これから地上に挑む新米ドリフターくんだ。各地を巡ってお宝をゲットだ。稼いだお金で家や装備を豪華にしていこう。やっぱりガレージは落ち着きますね。早く楽な暮らしをさせてくださいね。冒険の中でプレイヤーを見つけたみたい。ピンチの時は助け合えるよ。それ、わっしょい、わっしょい。一期一会の出会いに感謝だね。どうしたの？せっかく仲良くなったのにひどい。どこのドイツだ。実は彼もまたドリフター。他のプレイヤーを倒して楽しんでるみたい。お宝も人から奪って効率よく集めてるんだ。うわ、倒した相手のメイガスを誘拐しちゃったりも。奪った武器で装備は充実。貴重な品が多いな。かなりの利益が見込めるだろう。欲望ファーストの魔法物生活。記念に乾杯といこうか。こっちの方がなんだかいいことだらけじゃない。ところがどっこい、ドリフターの生き方に正解なんてないんだ。さて、ここまで2人のドリフターを紹介したけど、みんな友達、ラブ&ピース。それとも一人、無法者で挑む？シンギュアリティの世界は、誰が敵で、誰が味方か、決まってないぞ。辛いです。こんな世界、誰も信じられない。大丈夫、君にはメイガスがいる。相棒の言葉を信じて、この世界を生き抜くんだ。積み荷がいいですね。撃破すればウハウハです。